タイガーファンンディング新しい未来をつかみ取れさっき林さんがおっしゃってたってい要はこのアプリはぶっちゃけ誰でも思いつくんですよマッチングすりゃいいよねってだけなんで、はい、じゃあ劇薬があるとひっくり返るよねっていうその劇薬が なななのかかっってていいいいうううとととこころをやっぱこう考えけ思んですねでこの資料には載ってないんで結論僕としてはもう厳しいなとは思ってるんですけど、まあ、今後もしじゃあ劇薬って何なのかって考えたときに例えばですけどなんかエンジニアとして全部無料で自分で開発できちゃいますとか、えー、石骨院に行く人全員全員ってか何十万人とかフォロワーも抱えてて集客はすぐできるようになってますとか,なんかブログとかメディアとかいろいろ使っても集客体制は整ってますだったりとか。 あの法人のネットワークでも上流でいろいろ抱えてて整骨院にパッとメルマガ打ったら各偉い人とすぐ展開できるネットワークをすでに持ってますとかそういうのがいわゆる劇ってやつなんですよ、うん、でこういうの持ってなかったらあと何で勝負するかって予算で勝負するしかないんで,でその予算もないってことは今こ,うこのアプリを船田さんと組んでもコンサルとかフレームワーク風にこう強みだ弱みだとかってこう聞いたことあると思うんですけどああいうのが一個も今ない状態になってるんで。 これだと勝てないかなって思うんですけど、えっとまあ、接骨院です。とかま製、あ、図院まあ、全般そうなんですけれども、結構あのセミナーです。とか、あとはあのこういった広告宣伝にあのお金をかける傾向があります。会計士の方からあの毎年届くデータがあるんですが、そちらの方で一応関東の施術院の方では毎月広告費に3万円ぐらいかけているというデータがあるんですね。なので。 この広告費として1万円っていう金額がまず高くないなっていうのがまず上がるちなみに、はい、まあちょっと話の途中で申し訳ないんですけど、はい、その3万円っていうのは今まで知らなかった人が知ってくれるから3万円払う価値があるわけですよね。 えー、新宿整骨院で検索したら株元整骨院が普通に上がってくるんであればわわわざわざ予約システムに1万円払いいたくないんですすよかります、はい、株元整骨院を知らなかった人本来ここに乗ってなかったら絶対来なかった人が来るんだったら3万円とか1万円とか払いますけどすでに来る人に対して途中で当選簿してうち経由でお願いってやってはい通行料1万円もらいますだと整骨院からしたら多分敵になるんですよ。 いて邪魔な存在、元気にするんじゃなくてむしろ邪魔っていうそういうメディアって実は世の中結構あったりするんですけどそっちの方向に進うですねあの施術院としては確かに月1万払わなければいけないという部分があるかとは思うんですけれどもやはりそのリピーターの,その継続を促すその作用あ作用というかあの機能ですとか、まあ、そういったものもあるので。 えっとまあ新規獲得に向けてもそうですしあとは予約のシステムというのも、まあ、それだけという部分も思うかもしれないんですけれども結構施術中にまあそういった連絡があってあの手が途絶えてしまうとかそういったこともあるのでその辺のあのシステムの改善というのができればロスを防げる部分もあるのでそういったところもメリットにはなるのかなと思っております。まあ、それだけまあアプリ化が あの、先ほども言いましたけど、ホームページは持ってるけど、アプリはないっていうだけでも。その、この商品価値というのはあるんじゃないかなと思います。結論一万円のメリットなくねっていうところです。なるほど。予約の工数削減につながりますだったら、まあ、わかるんですけど。新規の客獲得とかは、全然そんなことないですよっていう話です。新規の客は獲得、あなたのおかげでできてるわけじゃないです、これは。 もともといるもので生骨院が頑張ってお金払って集めたのを当選簿してるだけなんですよだから新規のお客さん獲得で1万円もらいますっていう概念を捨てた方がいいと思います予約の工数予約対応の管理工数が減るから人件費1万円削減だったらまだわかるかなっていうそこの認識が若干ずれてると生骨院さんから嫌われちゃうよっていうもしうまくいったとしても嫌われるし 南のね世界のセレブが酔いしれる街銀座の夜からトライアンマより銀座高級クラブ 7A オーナーママ唐澤 7A 新時代の銀座を彩る SNS 戦略で莫大なフォロワー数を獲得その影響力はまさに夜のバタフライエフェクト果たして志願者たちは伝説のママまでも酔わせることができるのか ミャンマーのね件とかそのこう読みましたけども2年ほど前に現地を行ってきてあのそういう感情になったのは分かるんですけどじゃあ何ができるのって,ってあの別にミャンマーの仕事すするわけじゃないですよねでなんかその T シャツで利益の,利益の1%を T シャツ作成に還元してとか綺麗事を言ってるだけにしか聞こえなくてインスタも人のものだしね。 あ,のあとやっぱりこの「ほぐぐ」と治「治る」のの剣を出して人の上げ足を取る人は私は成功しないと思ってますうん人の上げ足を取る人は成功しない厳しい言葉が飛び交うタイガーファンディング虎との激闘もいよいよ最終局面へファイナルジャッジメントタイムが迫るなんか 話を聞いてると、船田さんは、なんかあの、ビジネスを履き違えてるのかなと。なんか、そのミャンマーの世界平和とか、とても素敵なことなんですけれども、まずその利益を出さないと、あの、そういうミャンマーに恩返しだったりとかもできないと思うんですね。そういうところから、あの、ちゃんと経験していかないと、ミャンマーの方にも、 気持ちを持っていくことはできないんじゃないかなっていうのが思いました。で、実際なんかその足で件数取ってくるとか言ってたじゃないですか。実際なんかやってみたこととかありますかなんか市場調査じゃないですけど、そのこの少ない金額でアプリを作って、そのクライアントさんたちがどんだけ反応を示してくれてるくれるかとか。で、実際数少ない営業マンで 月に何件に契約取れるのかとか多分そういうのをちゃ,ちゃんと見てないと思うんですねそこに関してはどう思いますかなんか自分の頭だけで考えていることじゃなくて現実としてどう思いますかっていうはいありがとうございますえー、っとまだそのサービス自体がまあこのアプリ自体が完成していないのであのこのサービスがその実際に実装あえっと 採用してくれるかというのははっきりは分からないと思うんですけれども自分の知人含めて、まあ、ランダムに、えっと、50人ぐらいですかねに連絡をしたところ「まあ、このサービスいいね」と言ってくれて、まあ、かつ、まあ、できたらあの、まあ、サービス加入するよと言っていただいたのは、えっと、23あったんですね。まずそれであの反応はあるんだなというところがあります。 でもそれは株式会社 MGS 代表六川正雄池袋を中心に魔王バーを展開 YouTube 不動産自社レベルと快進撃あえて時代を逆行するアナログ社長の信念で接客を武器になり上がる袋最高宅建ケンプリンスが次に立ち上げる金字塔はいかなるものか基準にしない方がいいと思うんですよねあのお知り合いいの方だと思いますし あのみんなそういうふうに言ってくれるんですよ。あえっと全部ではないです。はい、もう完全にランダムでもうそういう話をしたんですけど。あなるほど、はい。知人。知人もえっと十人ぐらいあったんですけど。うん、知人の方ですと、まあ一位ぐらいで、一総選挙だったんですけど。まあそれ以外のところでも2、二三、そういう話があったので。まあそういった意味では、あの可能性はあるのかなと思いました。なる,なるほど。はい。で<た>今もうすごい。大きな。競合はいるわけじゃないですか。はい。 そこに勝てる強みっていうのが見えないですよね。まだ、それは何かありますか。あの、えっ、ー、と、自分のインのアプリを持てるっていうのが、まず一つの強みになると思っております。まあ、それは、あのー、今、そのホームページは持ってるけど、アプリはないっていうのは。この半年、三、一年、二年ですかね。インを運営して、運営をしていて。そういったアプリの営業っていうのは、今までないんですよ。で、また、その今後、あのー。 まあ時代と言いますかそういったものもあのウェブからアプリに移行していくと思うので、まあ、アプリの需要っていうのは今後も増えてきてまたアプリの売り上げも年々増えていってる状況です。なのでそういった意味ではアプリとといいうだけでも価値は出ててくるんじゃないかなか思っておりますご自身で多分自分の時間とかお金とかリスクを負ってビジネスをやったことがないからそれを否定されたりとか言われた人の 気持ちをまだ想像できないからこの程度の根拠で多分そういう言葉を使っちゃったっていう印象を今受けてるんですねなのでそこって想像力の問題でまあ経営する上で結構リスクでなんかこう人の怒りを買っちゃうとかっていうところのその多分コミュニケーション力が低いような印象もこの一文でちょっと受けちゃったっていうのが本音としてあります、はい、もっとうまくできるっていう言葉を使えばよかったのが 決定的なみたいな言葉を使っちゃうからああ、うん、それって多分自分で本当に本気でビジネスやってたらそれ言われることって絶対反感を買うんですよむかつくんですよ言われたら僕も自分の会社とか出先言われたらむかつくしみたいなそれは多分まだ想像できないんだと思いますねちょっっともはいありがとうございますその通りですね本当にはいさんもうあのだいぶ皆さん言われましたんで 言いたいこと、いや、むう、どあるってことなんで。どうぞ。<laughs> いやいや、の、皆さん言って、ね、あの。やっぱね、こう。なん、今。あの、整骨院に詰められてます。はい。なんていう整骨院ですか。えっと、アクアボディガラクという。アクアボディガラクには、決定的な問題点がありまして。羅列して、五つ。決定的な問題点が五つあります。 それでも結構平気なタイプというか、ありがたいなって思うタイプかもしれませんね。そのし、あの指摘してもらってとか、っていう人もいらっしゃるかもしれないです。でもついつい僕は若林さんを守りたくなっちゃうというか、その、まあ、しかもそれが、おなるほどなって思うことだったらいいんですけど、なんか150万円ぐらいで広まるだろうと。ね、っていう感じの、なんかそんなに深くも考えてない人に、 一応僕も聞きたかったんですよ。どんな問題点かなと思った。でも、そしたらナオルのことをしっかり分かってなかったりとか。あと、広める作戦も人数が少ないじゃないですかって言うけれども。じゃあすごい人数を広める作戦があったかっていうと、そう思わないですね。例えばですよ。ナオルは僕も広めるのは難しいサービスだと思うんです。なので、1億円以上かかるプロジェクトでやってるわけです。それをなんかこう、あんまり理解されてないのに、こう、 700万円でいけますみたいな感じだとちょっとそこは誤解を解きたかったということでついついあのいっちゃいました多分言われても気にしないタイプだからいっちゃうんだと思うんですけど気にする方も多いと思うんでこれから気をつけられるといいかなと思いますえっと林社長まずちょっとあの今一応、えっと、私の、まあ、いろいろなちょっと勘違いまあえっと、まあ、誤解もあって。 ちょっと気分悪く、えー、としてしまったことについてはあの大変申し訳ございませんでした。まあ、確かにちょっと自分に置き換えるとまあイラつきますよね。それは思います。はい。大変申し訳ございません。嫌だ、イラついたみたいな。ないやいや、そうな同じ土俵に去ってもう,向かうみたいな。うういな <laughs> そういうことないです。では、えー、フランさん、ラストステートメントです。はい。えっ、ー、と、まあ、このアプリは、 あのこのアプリを広げることができればあのー、多くの利用者えっ、ー、とお客様や委員、まあ、をまた委員に勤めるスタッフを守ることができる多くの人を救うことができると思うのでこのアプリはぜひとも、あのー、実現していきたいと思っておりますまあ新しく自分たちで委員を作るっていうことをなくても今ある委員っていうのを地域で頑張っている委員を 守ることが結果的にこれのこの商売あのこのアプリの成功につながると思っておりますので、まあ、皆さんどうか力を貸していただければと思いますよろしくお願いします、はいえー、この時点でモノポリオールの方いらっしゃいますかはいそれはいらっしゃらないようなのでではファイナルジャッジメントタイムです皆さん来インください。 はい分かりましした、えー、ではは鴨社長からお願いいます、はい、あそのさっきの表現とは別にあの本質のこのビジネスのところで言うと、まあ、あのお伝えした通りでちょっと多分うまくいかないだろうなっていうふうに思うのでもう少しあの劇薬を用意してからチャレンジする方がいいかなと思いました以上ですありがとうございますはい岩内社長、はい、えー、ごめんなさい僕もナッシングでお願いします えとアドバイスっていうほどのことではないんですけどやっぱり相手を説得したり口説いたりするときは相手のことをむやみに批判しないそれから関係ないことは話さず目の前のことだけ集中するこの2つは結構大事なことだと思うので次何かこういう機会あれば、はい、その辺を重点的に考えてやっていただければなと思います。ありがととうううござい、はいなないま,ま、はい、そうですすそででねあのアプリで作ればいい思のはなくて いいっぱいそんなの世の中にあるし今皆さんやっててすごいいっぱいあって結局じゃあ何で決めるかっていったら人間力というかあこの人ならその中でも勝ち抜いていけるかもみたいなところだったりしたんですねなので、えー、人間力があったら出してたかもしれないんですけどもやはりこう批判をすることによったりとかあの自分のが上だということによってでも自分が上だったら人が決めることなので自分で言ったら逆にマイナスになってしまうと思うんです。ただでも最後和解して よかったなと思ってます。はい、はい。以上です。はい。はい。6月社長、ありがとうございます。ナッシングで、はい。で、まあ、私からできるアドバイスとしては、まあ、もっと、あの、経験を、経験というか、がむしゃらに目の前の仕事を頑張れば、なんか、あの、見えてくるものがあるんじゃないかなと思いました。でも、この夢を本当に思ってるんだったら諦めないでほしいなと思います。以上です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。 ででは林社長、はい、すいませんナッシングで、えー、とちょっとねあのコミュニケーションにおいて、まあ、一般的な表現で言うとちょっと空気が読めないところがあってそうするとちょっとこれから打ち合わせするのに心配だなと思っちゃうんで、えー、出せないんですけどただ空気が読めない人っていうのはその分何か突出した才能があったりもするんで出せばよかったなと思うぐらいこのアプリを流行らしてあのなんかその別の部分で勝負されてみてはいかがかなと思います。 てくださいいありがとうございますはい、えー、この段階で残念ながらあなたの希望する金額に到達できませんでしたので、えー、今回はナッシングですお疲れ様でした <laughs> 事業計画を手に捉えと立ち向かうも残念ながら結果はナッシング接骨院と患者をつなぐビジネスは札束を動かすには力及ばずしかし志願者の椅子に座る度胸はそれだけで賞賛に値する 男は自身の夢に向かい新たな一歩を踏み出す。その背中を見送り、タイガーファンディングは次なる志願者を待つ。